皆さんおはようございます。ここは JR 西明石駅です。今回この動画は西明石から京都の方へ向かっていこうと思うんですが、西明石から京都まで移動する人っていうのはね、基本的に新快速電車を利用するかと思います。ただ今回はここ西明石から京都まで早朝に1本だけ出ているのぞみ号に乗ってきたってことでやっていきたいと思います。この西明石駅っていうのは1日1往復のぞみ号がね停車する駅になっています。早朝のね西明石東京方面一番列車のぞみ号、岡山方面最終列車っていうのがのぞみ号、本当にね最終と始発だけのぞみ号来るといった感じになっています。そこで今回は西明石から京都まで西明石停車のね、のぞみ号乗っていこうと思います。JR 西明石駅の在来線改札口にやってきました。この西明石、奥にね、新幹線改札があるの見えると思うんですが、新幹線単体のね、改札口っていうのはありません。一旦ね、在来線改札口を入ってから、奥の新幹線乗り換え改札で入るといった感じになります。なのでね、切符等も2回通す必要があるんですよね。で、今回使う切符はこちら。西明石から京都までの乗車券と新幹線特急券です。いやー、西明石にねのぞみ号というのはなかなか違和感ありますね。ですが2023年春のダイヤ改正で西明石停車のね桜号というのも設定されたわけです。正直ねそっちの方が違和感強い気もしますが、西明石のぞみ号というのもね1日1往ですからかなり違和感があります。それではね、こちらに切って、まずは在来線改札より入場していきましょう。この切符は使用あれですね、在来線利用できませんですからね。すみません、これで入りたいんですけど。なんかあります？イコカとかスイカとか。いや、これで入りたいんです。はい、ないございますか？ないですね。ないですか？はい。駅でこれと重ねて入れてください。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。個人的にね、本日イコカとかね、忘れてしまったんですよね。それではね、再度新幹線改札口より入場していきます。なんでね、在来線改札で弾かれたかというと、この券面のね、左下に在来線乗車不可と出ています。誤ってね、乗車できないようにね、改札弾くように設定されているみたいです。なんかね、個人的に、IC カードとかをね、通すと入れるようになるみたいですね。これは自動キャンセルされるみたいです。で、イコカとかね、ないということを伝えると、こういうね、EXIC 専用サービスというかね、謎の切符をもらえたわけです。これ2枚重ねてね、新幹線改札に通すって感じになっています。それでは早速入場していきましょう。ここまでの乗車券と合わせてご使用ください。またですね、また始めましたね。あ、はい、うん、謎ですね。そして今回乗車していくのぞみ号というのは6時1分発のぞみ66号東京行きになっています。乗り場はね、東京方面12番乗り場ということで、12番乗り場の方へと早速移動していこうと思ったんですが、てかめちゃくちゃ広いんですね、コンコース。めちゃくちゃ広い割にはお手洗いとかねないとね、チラシで書かれてあるんですよね。非常にやばい感じになっています。そこにも書かれてありますね。待合室とかね、ベンチティとかね、自動販売機っていうのは設置されています。 JR 西明石駅の12番乗りはやってきました。すでにね車両は停車しているんですよね。西明石駅に停泊しているといった感じになっています。いやにしてもね、西明石とねのぞみ号っていうのは非常に違和感がありますね。こちらがね、山陽新幹線東京方面の時刻表です。のぞみ号はね黄色なわけなんですが、1日一番朝のね一発目の新幹線だけ黄色の表示になっています。あとはね、こだま号が光号ということで赤か青になっているんですよね。下り鹿児島中央方面の場合っていうのは、この9時台にね1本設定されています。ただ新大阪方面には桜号の設定というのはありません。まあ、設定はあるんですけどね、西明石に
止まらないといった感じですね。乗車するね。13号車東京型の方へとやってきたんですが、上よく見てみるとですね、屋根が14号車付近で途切れているんですよね。14号車、15号車、16号車方面、引き続き東京方面からね乗る人っていうのは雨の際はね気をつけないといけません。普通にね屋根がないので濡れてしまうんですよね。しかもねまだ真冬の5時台ということでね、空は真っ暗です。側面表示はねのぞみ66、東京指定席とこの指定席の欄がね切り替わり、停車駅が案内されます。新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川、終点東京ということでね、これ今思ってみるとですね、西明石、新神戸、京都、新大阪、京都ということで4駅連続でねのぞみ号が停車するんですね。いやのぞみ号としてはね非常にレアです。まあ、3駅連続とかだったらね東京、品川、新横浜とかねいろいろとあり得るわけなんですが、西明石から出てね新神戸、新大阪、京都に連続で止まるっていうのはめちゃくちゃ違和感ありますね。それでは早速乗車していきましょう。N700 スモール A の普通車の車内はこんな感じですね。2プラス3の座席配置になっています。で今回座る席が10番 E 席ということで、10番 E 席は進行方向左側の2人掛け、こちらですね。また新幹線ということでリクライニングが倒れるようになっています。結構ね倒れるんですよね。ただ個人的に N700A というのは N700 スモール A よりも N700S スプリームよりも N700 ラージ A がね非常に一番倒れるような気がしているんですよね。まあそんなガチでそんな気がしますけど、N700S は通路側含め全席にコンセントがついているわけなんですが、 N700 スモール A やラージ A というのは通路側に1つだけついているといった感じになっているんですよね。なので通路側の人というのはコンセントはありません。まあ、一部ね車端部の席とかを利用する場合に限ってはね通路側真ん中の席っていうのもコンセントが使えたりします。まあ、基本的にね窓側が埋まっている時っていうのはコンセント使えないと思った方がいいですね。もしくはグリーン車を予約しましょう。6時1分西明石駅をね発車していきます。ここからねのぞみ号としては珍しい4駅連続してね停車し、京都、名古屋、東京方面と向かっていくわけです。正確にはね京都まで各駅に泊まるが正しいんですが、会社間の違いがあるということでね新大阪までになっています。新大阪まで各駅といってもね途中の間に新神戸の一つしかないんですよね。いやーにしてもねのぞみ号で各駅に泊まりますというのもなかなか違和感ありますね。西明石発車後の16号車の車内の様子です。いやー私以外誰も乗ってない貸切状態になっています。いやなかなかすごいですね。出てから10分、2分遅れでやってきたのが新神戸駅です。山陽新幹線内この列車で唯一の停車駅になっています。
新神戸からの新幹線もね、この列車が一番列車なんですよね。ちょうど反対側にはね、下りの一番列車みずほ601号がやってきたわけなんですが、このね、乗車しているのぞみ66号、本当はね、この新神戸始発にしたかったんですが、この新神戸駅っていうのはね、通過線がないんですよね。なので、もしものことがあっても上り方面防いでしまっている場合はね、移動できないわけです。それは非常に困るということで、あいにくね、西明石始発になったんですよね。逆に岡山方面の西明石停車便っていうのは西明石止めではなく岡山行きになっているので、途中の停車駅の扱いなんですよね。6時12分、2分遅れてね、新神戸駅を発車していきます。トンネルに挟まれた駅ということで、発車後すぐにね、トンネルへ進入していきますよね。山陽新幹線新神戸新大阪間っていうのは日本で最も長い六甲トンネル内を走行していきます。六甲トンネルというのは全長16,250メートルある長大トンネルになっています。ただね、電波はそこまでつながりにくいってわけではないんですよね。普通にゲームや YouTube、LINE 等がね、使えるような感じになっています。このトンネルができる前までっていうのはね、北陸本線敦賀南今城間にある北陸トンネルというのが日本一長いトンネルでした。あちらは全長13,870メートルある山岳トンネルということで、電波とはね、一切入らないようになっています。山陽新幹線というのは最高速度300キロの路線になっています。ですが姫路伊東の姫路新大阪間というのは騒音の観点からね、300キロ運転ができない区間になっているんですよね。そのためハイスピード料金がかかるのぞみ号やみずほ号でも285キロまでと抑えられているんですよね。西明石を出てから23分、やってきたのは新大阪駅です。この新大阪ではね、情報が多いためと JR 東海からね、 JR 西日本の乗務員へ交代するため2分ほど停車時間があります。こののぞみ66号というのは本日山陽新幹線からの直通列車一番列車になっています。停車中の乗用車の車内の様子です。西明石時点ではね、仕切りだったんですが、それなりにね、もうすでに混んできているんですよね。ただ東海道新幹線としては非常に空いている方です。6時26分、2分ほど遅れてね、新大阪駅を発車していきます。どうやらね、西明石発車後にすげえ徐行運転してたためね、どうやら2分ほど遅れているみたいです。東海道新幹線でね、2分でも若干の遅れでもあるとね、3分に1本に列車が来ているような時間帯もあるということで、速やかにね、ちょっとでも回復するようにすぐに新大阪駅発車していくんですね。ありがとうございます。この電車はのぞみ号を特
東海道新幹線というのは全区間において最高速度が285キロの路線になっています。山陽新幹線のね、一部区間の最高速度とは劣るわけなんですが、東海道新幹線はね、大阪京都間2時間半を切るということで非常に速いんですよね。終了したということで、全区間ね、普通車指定席、自由席の人というのは車内販売を受けれないようになっています。お食事やお飲み物はね、乗車前に必ず購入必須というわけですね。グリーン車というのは引き続きね、この座席前のポケットにですね、リーフレットが入っているんですよね。それを見て QR コードをかざしてね、でスマホで注文するといった感じになります。以前ね、実証実験中のに乗った際にね、動画上げてますので、ぜひご覧ください。お次はね、下車駅の京都です。阪急京都線、関町大山崎間っていうのはね、阪急京都線と東海道新幹線の並走区間になっています。列車によっては、阪急電車とのね、追い抜きや追い抜かれ、並走といった光景をね、見ることができます。名古屋、何を言いたいかというと、途中にある舞原岐阜羽島というのは通過するわけです。京都まではね、各駅に泊まってきたんですが、ようやくのぞみ号のね、働きをするわけですね。京都到着前、ほんと少しだけね、東海道本線、JR 京都線と並走します。西明石を出てから38分、2分遅れでやってきたのが京都です。こっちにはね、6時47分発ののぞみ68号東京行きというのが表示してあるんですが、こちらというのは山陽新幹線から直通する2番列車になっています。こちらね、姫路からの始発なんですよね。で、乗ってきたやつはね、西明石始発ということで、東海道新幹線レアな運用が2連チャンというわけなんですね。それでは早速乗ってきたね、のぞみ66号お見送りしていきましょう。6時40分、2分ほど遅れてね、京都行きを発車していきました。西明石からね、4駅連続ね、停車してきたこちらののぞみ号もね、ようやく東海道新幹線に入り、舞原、岐阜、羽島、名古屋鉄に三河安城、豊橋、浜松、掛川、静岡、こんな感じでね、通過運転していくんですよね。静岡県内一切止まらないですからね。西明石発ののぞみ号、非常に面白い運用ですので、ぜひ皆さんも乗ってみてください。ではこの動画ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。頑張れ東京まで。